前で挨拶をさせていただく時間を設けていただきありがとうございます。今年で引退することになりました。最後の名古屋球場の登板を温かく見守っていただきありがとうございます。監督、コーチ、先輩方、チームスタッフの皆様、13年間本当にありがとうございました。選手として全力で腕を振って投げ